さて、今日も頑張っていきましょう。英語文の骨格ということで、今回は受容型です。まずは上から、Terry gave K many loadings。テリーは K にね、多くの荷物を渡してる。渡してるね。そして下、Keith passed the mic a button。ね、バトンを渡したということなんだけども、これは、主語の人が、何か対象物に渡す。で、何を渡すのかということです。ということで、今回は受容型、手渡しを表すということです。まずは簡単な例文から慣れていきましょう。I passed。はい、渡したということです。じゃあ、ここでもうこの感覚はね、渡した誰に、ね、his teammate に渡したわけですね。teammate。まあ、これどんな状況かを自分でも作ってて、わかんないんだけど、まあ面白いから作ったんだけど、piece of puzzles ですね。はい。だから、誰に、人に、物を渡すということがね、この感覚です。で、次です。Bob gave 夫と Bob 何をあげてんねんっていう話なんだけど、誰にあげてる、誰にあげてるっていうのは His coworker 同僚にということです。これはあくまでも抽象的な表現なんだけど、ね、まあ、分かると思うんだけど、でこれは何をあげてるのか、誰にあげてるのかね、誰にあげてて何をあげてるのか、 much stress、 こういう表現もできるわけです。実際に目に見えないものももちろん受容することができる。ここがポイントね。目に見えるものだけではないということ。 much stress ですね。はい、ということで、こういう形もできます。 we wrote、 書きましたね。誰に、 our teacher に何を書いてか、おっと左側に書いてあるよね、 thank you と、 a thank you a letter ですね、感謝の手紙を書いたという、こういう形もできるわけ、ね、書くということは何か手紙を書くんだけども、すぐに 対象物ね、人を持ってくるとこういうことができます。つまり O1 に O2 をあげるということです。今回は書いてあげると。はい、さあ写真を見て、多分お父さんお母さんだね、男の子に何を、 They bought、 買ってあげた、私にということで、もう私ということはこの男の子の立場から見てるよね。 They bought me a computer ということです。 a computer を買ってくれた。はい、今回は買ってあげるという気持ちも表現することができますね。で、ちょっと視点を変えてみよう。They bought a computer が先に来ることもできる。これちょっとね、分かりやすいかもしれないけど、彼らは買ったんだと、コンピューターを買ったんだと。で、前置詞の to を使うことによって、対象物に誰にあげたかっていうことを表現することができる。でも、さっきの文章とは違うのは、単なる到達っていうので to は表現されるので、つまりちょっとニュアンス的には、まあ単なる到達点で買ってくれたと、僕に買ってくれたんだっていうふうに表現するときに、僕に買ってくれたんだっていうふうに、まあちょっと強調する形を取ればこういう形もできます。でこの to を for さんに変えてるとどういうふうな感じ、They bought a computer for me. For me です。For というのは、実は矢印で対象物に向いてるんだけども、僕のためにっていう、こんなニュアンスも出てくるわけです。そうすると、me の僕は、どんなイメージが出てくるかっていうと、どんなイメージが出てくる？頭の中表現してみて。イメージしてよ。こんな感じだよね、きっと。They bought a computer for me.僕にっていうのがすごく目立つ表現なんだよね、うん、さっきの to は、まあ、僕に買ってくれたんだっていうふうに言うんだけど、こう気持ちを強く表現するときは for の方がいいんだな、うん、っていうことで会話の流れからも for と to の使い分けをしたいよね。はい、
ということで、今回はね、ちょっと先を見せてしまいましたが、次はこれが来ますよ。ということで、今回は需要型を簡単に説明しました。OK, everybody. Talk to you later.